はい、おこんばんちはやかでございます。というわけで続きやっていきましょうか。俺のサクサクス、あ、失礼、ストーレートの直球人生、ごめんね、ちょっとつい流れで行ってしまいました。最高高速試合プレイ、まだ先発は任されてくれない。まあ最後中継ぎエースでも守護神でもいいよ、活躍できる場があれば十分だ、俺は頑張るさ。評価が上がればもしかしたら先発任せられるかもしれないしね。ああ、頑張ってやっていこうじゃないか。さあ、ローディングの長さは本当に、ちょっと後でインストールし直そうかな。それ関係あんのかな、どうだろう。さあやっていきましょう、二軍戦。1-0-0。おーっと、これはまさか、ちょっといきなりなんだその失点は。もう俺に任せてたんだろうな。この流れ断ち切りたいと。断ち切るの任せなさい。俺がその役目買って出たと思ったら打たれた。まさか左と、まあちょっとなぁ。ちゃんと考えてやってもらうと。ここだかな多分、優勝。優勝しようし。やばい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 。やばい。いや、相手が、やばい。相当イケイケなんだけど。頼むぜ。まさか。頑張れ。抑える。よし。でも、だいぶピンチャー、そう、ピンチになれば強くなる。さあ、よっしゃ！オッケー。なんとか抑えた。そう、ストレートは、ピンチ B 持ってるから、俺。だから、その分、ちゃんとね、いけるはずなのよ。えい！よいしょ。よいしょ！よっしゃ、オッケー。いいね、いいね。横押さえてるよ。さあ、外へ、てぃや！オッケー、あー、ボール。さあ、外。外へ投げる！いい球持ってんだよ、本当に。頼むぜ、ストー。レイトボール！よっしゃ。これ、高めかな？高めに投げたら。あー、振ってこないか。さあ、頼む。よいしょ、いいね。やっぱ、これが本来の力なんだよ。ハフマン今日お前すげえ打ってんじゃん。まあ、頑張ってやってやるさ。よし、一軍のね、人たちもね、絶対ね、俺のこの投球を見てね、あー、ちょっと開幕から使えばよかったな、みたいな、絶対思ってるって。よいしょー、いいね。ライジンショット。で、あー、でも負けるのか。それとしよう。まあ、でもよ。もう全然ゼロに抑えてますから。ヒヒアンダには痛いけど。うん、記録に残っちゃうんだな。まあでも、くそー。よっしゃ、でも、全然、文句なしないよ、ありがとうございます。あと2歩、あれか、まあいや、2歩か。はいはい、ありがとうございます。やっぱ、一軍の道のりは遠いと思えばいいのかな。これどうしよう。じゃあちょっとさ、お出かけ行ってみましょう。お出かけてそうだな。なんかあるかな。あ、なんか、いろいろあるな。これなんだこれ。病院はちょっと、あ、ここ、商店街行こう。せっかくだから、商店街着いたぞ。さあ、どうしようか。何があるんだ？どうしよう。不動産屋、来月オープン予定。オープン予定は別に行きないな。どうしよう。じゃあ、ダーツハウス行ってみよう。ダーツハウス行ってたぞ。さあ、何をしようか。カウントアップルールで、知り合いの選手を呼んでダーツしよう。うん。ああ、なるほどね。どこ狙おうか。じゃあ、20点トリプル。コス。ああ、コントロールが変わってくるの。全体狙い。13ダブル、多いね。よいしょ。こうやってやっていけよ。それなりだった。あ、ダーツスキル上がった。これなんか、ピッチャーのコントロールが関係してくるのかな？なんかそんな気してきた。さあ、2010年10、4月14日です。みんなすまれ。はい、どうしました？花見大会。お、あ、いいね。よいっせ。ありがとうございます。いいね。盛り上がった。疲れとるのありがたいわ。じゃあ練習していきましょう。ストレート。やっぱりストレート、急速アップ。それ大事。いいよいいよ。評価上がってるぞ、どんどん。さあ、4月15日です。試合だね、行こうか。そろそろ先発、まだか。てかもうなんか、首脳陣はあれかな、俺を先発として使う気ないのかな。なんかそんな気してきた。だから、でもどうなんだろう。まだ2軍で様子見てるのかもしれない、俺のストレート。本当に、相当、首脳陣は疑心暗鬼になってんだよ。本当に俺がストレート1本で、通用するかどうかっていうのを、もう相当吟味してんだと思うんだよ。うん、そろそろでもね、決めないと、俺も拗ねちゃうよ。さあ行こう。行こう、ストレート。もう抑えちゃうよ。7回からか。頑張るぜ。相手は辻です。よいしょ。さあ最後。あんま無駄球は投げたくない。よいしょ、オッケー、いい球。砂が、悲劇最高。
せい。おっしゃ。これセリーグだったんだな、これ。設定で変えて、自分のバッティングもできるようにしとくよ、後で。よいしょ。ライゼインショット。OK。かっこいいね、やっぱり。高め。いやあ、惜しい。低め。どうだ。よしよしよし、セカンド。危ない危ない。OK。さあさあさあ、あ、カジマへ。おー、聞いたことはある。よいしょ。頼むぜ。下へ、右、よいしょ。とりあえず低め低めだね。何より。うっさ、さ、外外。決まれて、いっ、ギャン！あ、でも取れ。無理か。あ、待って、まさかのツーベース？長打ですか。やべえ。まあ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 。大丈夫大丈夫。お、どうした？え、か、あ、か、か、ランナー変え、マジか、ランナー変えてくんのか。1点の取られたくねえな、これは。抑えて、やっぱり、1軍早く上がりたいからね。よし、あー、ちょっと待って、マジか。うわー、抑え、追い込んだのに。で、次、誰？6川、3番、やばいやばいやばい、4番に待ってくる。やばいやばい、でも左投手弱いからワンチャンある。頑張れ。うわ、ちょ、おー、危ないね。よし、追い込んだ。低め。プレよし、オッケー、よく抑えた。チェンジ。おっしゃ、危なかったけどよく抑えたよ。逆転かこれ、じゃなかった。あっさり負けてるじゃん。ああ畜生。でも抑えたからこれもうあと一歩ぐらいいったんじゃないか、もう一軍まで。どうだろう、一軍行ったところで使ってもらえるかとか不安だけど、文句なし。いいねいいね。よし、あと一歩。来た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 よ。もうすぐ、もうすぐ、いまいちだって言われた。大変だね、君は。うん。俺は最高だよ、もう。じゃあ、もう一回、急速アップで。よっしゃ、頑張れ。いいね、いいね。よし。で、4月16日です。おはようございます。じゃあ、練習して。急速アップ、ひたすら急速アップで。頑張れ。いいね、いいね。もうあのね、多分ね、相手してくれてるキャッチャーもうんざりしてると思うよ。お前変化球やんねえのつって。お、なになに、しかも札です。はいはい。千葉ロッテ、ネルソン内野手。あ、そう。いや、やってくるよだって言われてもね。あ、そうなんだって感じなんだよね。よいしょ。じゃあちょっと、体力ないんで休みましょう。ゆっくり休んだ。いいね。で、明日試合だから。これでスタミナも溜まってるし、全然いけると思うんですよ。さあ、行きましょうし。はい。体力がまんまスタミナに影響するみたいなんでね。よく見てみたら。だらそれは、うん。期待できる。あ、やっぱ、スタミナ、貯めといた方が。切れるとね、ダメなんで、やっぱ、球威がなくなってきて、ポンポン打たれるから。それはちゃんと、なんとか、やってもらいたいもんだけど、さあ、どうだろう。まだかな。ナウローディング、投げ。ちょっと、本当に後で確認してみますね。はい、行きましょう。横浜 DeNA ベース対戦、東京ヤクルトスワローズ。さあ、おー、0-0 更新。あー、まさかの、おいおい、ヤクルト大丈夫か。行くぜ、ストレート。にしてやれ、お前、俺の直球道、直球、ん？俺の野球道、野球道。よいしょ、オッケー。決めろ。あ、おー、オッケー、セカンドゴロ、オッケー、オッケー、オッケー。あー、ちょっと待って。おー、ぶねー、脅かすね。下園、お、下園。君は、非常によく知ってるよ。ああ、二軍か、頑張ってくれた前。よく知ってるよ、君なら。まあ、詳しいことが知りたい方は、栄冠ナイン実況、弱小校は神奈川清掃をご覧ください。意外と繋がってたりして。うわ、取れ、ダメか。うわ、飛び込むなりなんなりしてくれたらよかったのに。まあ、下園に打たれたら仕方ないなと思ってるんだよね。ちょっとどっかしら。やっぱり、活躍してくれたからね、いろいろと。どうだ、ケツ、よし。オッケー、あ、ゲッツ、え、ちょっと。オッケー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 、よくゲッツ、オッケー、いいね。あ、ちょっと危なかったけど、よく取れたよ。あ、もう終わりか。届かなかった。最後の追い込みよかったんだけどね。まあでも勝った。それが、勝つことが大事なの。まず一勝。で、そろそろもういいだろ、一軍。いけるんじゃないか、これで。もう呼びかかるだろ、上から。どうだ、文句なし、ありがとうございます。さ、来たんじゃないこれ。来たんじゃんこれ。お、来たかも。あ、あれ？全然ダメだった。マジで？うん。まあ、ダメだよ。じゃあ、急速アップ。よし、頑張れ。
140何キロになるか分かんないけど、そろそろお呼ばれしてもいいんじゃないか。さあ来い。どうだ、あれ全然呼ばれねえ。ちょっと練習、急速アップ。1回だけ投げるんだからそんな体力下がらねえもんな。でもよいしょ、さあ行こう。4月20日、まだ4月の間か。頑張ってるな。はい、あ、フレッシュな説を試したい。おお、今のとこお前最有力候補。マジですか。やっぱよっしゃ、行ってくるぜ。ミッションスタート。何何、二軍からの脱却発生しました。ミッション詳しいね。ちょっと見てみましょう。これかな、データかな、これの。これはミッションリスト。どれどれ、挑戦中、期間中に登板した全試合無失点で抑える。あーなるほど、わかりました。頑張ろうじゃないか。残り2試合、残り2試合をゼロで抑えればいいわけだ。おー、お安い御用だぜ。って、お安い御用って言っちゃっていいのか分からんけど。さあ行きましょう。さあ行こう。一軍に上がる試合だよ、まさに。はい。見せてやろうじゃないか、俺のストレート魂。ロードが長いと、やっぱあれだね、なんかこう、このぐらいのロードでなんか文句言うなって言われちゃそれまでなんですけど、ちょっとなんか、拍子抜けというかそういう感じになっちゃうんでね。まあでも大丈夫だろ、頑張ればできるさ。そう、行こう、最高。どれぐらいで来る俺、順番。パターン。あ、来た。あんま長くは投げたくないよ、2試合だから。今回は。無失点って言って、ツアーズだからこれ抑えれば最高じゃないか ?1 球外して。どうだ。あー、入らなかった。惜しい。よいしょ。よっしゃ、よく抑えた。よく抑えた。いいね。で、俺か。今ので交代でよかったのに。十分無失点だろ、それで。よいしょ。頑張れ、石峰、書いていい。行くぜ。See ya! オッケー、さ、最後。ちょっと高めかな?どうだ?よっしゃ、よく入った。オッケーオッケー。ある意味、だから、ここだけの話、この、バッティングカーソルの反対側に投げれば結構、振ってくれない場合、振らない場合が多いので、それ助かるね。こう、まだ真ん中にある場合は振ってくるけど、まあ、打ってくるけど。それはちゃんとなんとか考えて。うわ、こいつ、ひじりさーか。いいんだよな、よいしょ。頼むぜ。こっちか、こっちか。だって、こうだったら高めで、真逆の。ほら、ね。で、これで、今度は低めで。外角。ほら、これだよ、これ。ああ、いいね。よ、あ、まだか。まだ来る。あ、で、これだから、ほら、よいしょ。よしよし。で、これはわかんないから、とりあえず、高めは危険なんで低め投げる方向性。まあ、ボールでもいいよ、最悪。で、これはわかんないから、とりあえず低め。あ、入らない。これ低め。で、ストライク入り気味。よっしゃ、オッケー。ボテボテ。やっぱ重い球あると、すごいね。全然なんか、いい球。ホームラン性の当たりが今んところないもん。なんだかんだ言って。ヒット性の当たりはしょっちゅう出てる気もするけど、ホームラン性は出てないもんね。よし。最後、足元。よいしょ、いいね。いいね、スト。ラッツ。こいつが怖いんだよな。4番 DH。さあ、内角。あー、ちょっとごめん。外角で。あー、振ってくれなかった。振ってきたら今怖かったの、今。想像以上にちょっとなんか、カーソルの動きが早かった。どうだ。よっしゃー、よく押さえた。いいね。やばいな。おっしゃ、おー、なー、勝てなかった。マジかよ。頑張って勝ってくれよ、あそこは。そこは勝ってくれよ。俺、そしたらもしかしたら、ワンチャンなんかこう、勝利投手の可能性もあったのに。はーい、9個。はい、どうだ?あ、いいね。基地を抑えてくれた。パーフェクトに抑えたぜ。いいよ、いいよ。はい。ノナス1アンダー。残念だったね。いまいちだった。はい。パワフルフォン。はいはい。MVP。セリーグ、投手部門、メッセンジャー、はい。はい、はい。野手部門、あんま関係ねえ。あ、ヤクルト、バレンティンか。あ、MVP 誰だ?はい、というわけで、じゃあ次回行きたいと思います。見てねー。じゃあねー。